はい、あ、それ思い出した、フードいるとこだ。ああ、そうだ。でもフード、うん、オースフード誰、あ、伊田さんか、そう、バーチャチームだ。それは汚ねえよなあ、結構強えよな大須、うん、さんがマームだと俺と同じぐらいだから、うん、で伊田さんとフードがねもう、うん、強いもんな。まあサンちゃんなら俺は、いやー、伊田さんはまあ、いや、行き先ならなんとかなるでしょ、行き先なら。いや、まあ、まあ勝てなくはないんですけど、多分フードがだいぶきついです、うん、ああ、そうなの。ポイズン、はい、ポイズンはやばいですね。あ、チュンリきついんだ。あとどこ強いんだろう、梅さん、川野、ジョビンさんか、ジョビン、あれも強いね。うーん、あとモチさん、サコさん、孫、あ、強そう、それも。豪傑が喋る喋るだって喋りまくってるしよ、サンタしまくって喋りまくってるしあいつマジでよオジリーグに比べたらぬるすぎるって言ってました。 あいつ喋ってるってことは勝ってるってことだからねあいつマジで喋んなかったから、おじいぐらい。だって4時間あった、4時間半か5時間ぐらいあったのに、本当に喋んなかったからね。え、あれ、あれガチで、あれだったんですか、きつかったんですかね。いやいや、そう、ガチで5時間ぐらい黙ってて、最後にやっと勝ってやっと喋ったから。あ、マジか。本当に喋んなかった、マジで。俺、この間さ、なんだ、人狼の時に、うん、大須さんとミートさんにハゲとデブどっちからやろうかなんて言っちゃったじゃないですか。あ、確かに確かに、うん、あの時に大須さん黙ってたんですよ、ずっと、うん、俺ちょっと、あ、やべ、ちょっとやっちまったかなと思って気にしてたんですけど、いや、やってないやってない、全然大丈夫、全然大丈夫それはいいんだけど、それは全然いいんだけど、ただ、なんだろう、その時は多分何か考えてたんですよ。はいはいはい、はい、あ、どうしよう、あの人人狼だったでしょ、多分それ違ったっけ。そうですね、ガチ君と立った大須さんが、そう、だから違った、うん、考えてただけだから、別にそれは全然大丈夫です、うん。いや、めっちゃ面白かったわな、あの時に。インフェクシャス、インフェクシャスってやばい、インフェクシャスの巣がね、大須の巣なのよ黙りまくってたから、マジで無表情でみんな笑ってんのに、一人だけ何も笑わないから超笑ったもんな、俺。 あれ勝ったらね、ようやく喋り始めてくれたからね。そう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 、ほんと勝たなかったから、ずっと負けてたから。しかも優勝候補って言われてたから ね。どうなんですか、実力的には。いや、ぶっちゃけ大須さんどうだったんですかね。いや、でもあの時はちょっとやり込み不足じゃないですか、やっぱ。あ、そうなんだ。うん、つうかあの場はマジで負けてるやつは何も喋れないから、ほんと。確かに確かに、うん、何喋ってんだよって話になるから。そうそう、喋った、負けて喋ったら、おい、てめえなんだよっつって、うん、逆に喋ったら怒られるからねそうそうそう、で、喋ってなかったら喋るって言われるから、うん、インフェクシャスはやべえな、かなりセンスあるコメントだな、これは。めちゃくちゃ笑ったもん、俺も。あれは今回1位だね、オジリーグの今回コメント1位で、前回がまた大須さん絡みなんだけど、はい、あの人の試合盗撮して個展開いた、うん、あのジジイっていう人の試合盗撮して個展開いたジジイ、あれも笑ったしな、ね。散々っすね、大須さん。散々。いやー、やべえなー。いや、一応レジェンドプレイヤーですよね、大須さんね。バーチャル。もう完全なレジェンドですよ。やばいぐらいレジェンド。いや、大須、だって俺、ビジョンの時はさ、まだ絡んだことなかったから、うんうん、なんだろう、芸能人みたいな感じだって、俺の中で。あ、へぇ。バーチャの有名人って、なんかもう、すげえ、そう。だ、それでウォッツで会ってみたらあんなんだから、うん、むしろだってあっちの方がケイさんついてたでしょ。そうかね、うん、おばちゃんってめちゃくちゃ気に入ってたの。確かに、うん、俺は俺でやっぱ名古屋の先輩だったから、うん、もう第一人者なの、名古屋で、うん、名古屋といえば大須だったから、もう俺からしたら俺も本当にその芸能人プラスもう大先輩みたいな感じだった。そうね、そう、会ってみたらあんだけね、もう仕事的にというか、なんか人間的にマジでできてないやつだから、あら笑えたけど、だってチビタとかあの辺のさ、スタークラスのやつと同格だもんね。そう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 。ああ、じゃあガスですよかったんですね。そう、チビタ大抜き大須で組みましたもんね、ショーン・ド・キングスだっけ、分かんないけど。なんで今こんなになっちゃってるんですか、インフェクシャスとか言われるような。それをフードが言ってました。だから一番落差があるやつって言って。ああ、昔と今で。そう、トップ中のトップまで行ったから、うん、ゲーム業界でこんだけ落差が落ちたやつはいないって言って。いや、もしかしたらバーチャーファイター6が出て、スト5と逆転したら、もしかしたら、うん、ああね、確かに、ね、オースが
あるかもしれないね。あるかもしれない。あれいつ出てたっけ？まだまだバーチャファイター6なのかどうかわかんないでしょ。あれだって携帯ゲームの可能性もあるんでしょ一応。え、そう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 。e スポーツって言ってるけど怪しいなって俺は気がしてるんだよね。年明けの可能性あり？わかんないよ。だって今までも何回もそのね、5、6回やったでしょ。バーチャが新しく出るっていう、なんていうのその触れ込みっていうの、なんかいっぱいあったじゃん。一切なかったもんねやっぱ。ね、だって、ね、今の時代にあのバーチャのゲーム性で出して流行るかっていう。まあでも俺はおもろいですけどね、あのゲーム実際は。ちなみにバーチャと鉄拳って結構違うんですか？違います。だってガードがボタンですよ。あれ鉄拳は？鉄拳別にレバー離してもガードです。勝手にガードなんで。はいはいはい。え、じゃあ、ニュートラガードとレバーガード両方使い分ける感じなんですか？ああ、うまい人はそういうのもやってんじゃないですか。面白そうだな。やってるとは思えないけど、普通に後ろガードじゃないですか、普通に。そうね。あ、そういうの最近コクちゃんやってるよね、鉄拳。めちゃくちゃ面白い。やろうよ。てか、ケイさんやんないですか、また。スト5もやってんの。いや、休憩で。でも、鉄拳楽しいじゃん、絶対。追いつかねえぞ練習が。あ、そっかそっかそっか。あれってどういうのが必要になってくるんですか？あの格ゲーとなんかちょっと 2D と 3D で違いそうだなと思ってて。いや、かなり 2D っぽいですあれは。あ、そうなんだ。そうっすね。あの上段攻撃、下段攻撃、中段攻撃ってあって、あの上段はしゃがむとスカル、で下段はなんかジャンプステータスっていうジャンプ攻撃で突かせるとか。はいはいはい。だ相手が下段打ってくると思ったらジャンプすればいいんですよ。ジャンプ攻撃すればいいんですよ。そうするともうなんか半分ぐらい減らします。見てから行けます？無理。あ、読みなんだ。そう、結構あれですね、ハマってますね鉄拳に。いや、あれ多分申し訳ないですけど今一番俺は好きっすね。あ、そうなんだ。やってて一番おもろい。やっぱ爽快感が違いすぎる。はいはいはい。俺もビジョンの時鉄拳6だったんですけど、トータル3万試合以上やりましたからね。マジでみんなやってんだ。やってる。俺も鉄拳6の時1万試合やった。 3D 系は全く経験値ないんですよね。いや、結構全然サンちゃん全然できると思う。できますかね。一緒にやりません。だから立川もやり始めたし、あいつもやってるんですよ、あのナルオも。はい、で俺らでその楽しめますよ。全然追いつける。全然追いつけるから。けど全員ストリートファイター5真面目にやってないやつじゃないですか。いや、いいじゃないですか。じゃあ遊びでやってるんですもん。遊びで